松明を今持っとるけん、それと、それと松明持っとっても火がないやん。じゃあちょっととりあえずこの祠チャレンジしてみようか。でもこういう感じで出てきた祠ってことはさ、結構なんかややこしかったりとかするんじゃない？あれどこだ？トゲボココンボ。おいしい。ダッキキーの祠。何かな、この中。ややこしいかな。とりあえずチャレンジね。力の試練とかやったらどうしよう。まあ、あの時に比べたら全然武器は持っとるけどさ。はい、来た。なんか周りに水がいっぱいあるってことはアイスメーカーとか使いそうかな。え？なに？なんもない。宝箱取るだけ？祠を訪れし者よ。我はダキキー。試練をくぐり抜け、よくぞここまでたどり着いた。ダキキーの祝福。祝福？あ、なに？なんかもうすでに祠チャレンジっていう試練をくぐり抜けてここに来たけん。あとはもうそこの宝を持っておゆきなさいってこと？優しい。ダッキキーさん優しい。銀ルピー、100ルピー。銀色にキラキラと輝くルピー、とっても嬉しい。ありがとう。もうクリアでいいの？これで克服の証は2個目かな。よくぞこの祠までたどり着きましたな。あなた様こそ孫うことなき勇者。あ、やっぱり祠までたどり着くのが試練ってことや。今こそ女神ハエリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。あ、ってことは、あの、祠チャレンジは全部そういうことかな。もうそのチャレンジ自体が試練。と、2個目やろ、これ。ほい、2個目。あと2つで、頑張りゲージが増やせる。あ、そっか。体力まで回復してくれるんやね。ありがとう。これで我が役目は終わる。女神ハエリアンカウがあらんことを。目の前の宝を持っていただきやのに。で、ここ結構高い位置やけんさ、この辺からなんか塔とかそういうものは見えないの？特に何もねえな。特に何もねえな。なんかちょっと。だってさ、こっちじゃね。ほら、この辺全然マップないんよ。あ、この辺マップペンいっぱい私刺してるね。その辺、あ、そっか、あの辺なんか塔あったよね。今雨降りよるけん、あの塔は目指せんけんみたいなことを言いながら来たと思うんやけど、あの獅童王子を追いかけて来よった時ってことは、あの辺にあるってことか。え、飛べる場所はなかったんかな。ダタクスの祠、ここに飛んでったら、まあその辺にいっぱい祠と塔があったような気がする。はい、来た。ダタクスの祠。んで、ここから。うわ、びっくりした。いきなり。めっちゃいきなり。来いや、はよ。なんや、なんや、ちょっと。こいつが来そう。あー、後ろからむくりやろ、もう。やめてよね。これでまたほら。そう。待って、その武器私が。くそ。はい、リザルスピアゲットー。そしてはい、二人分の、あれ？これか。素材落とさなかったんかと思った。んで、この辺に、あ、あの塔や。あの塔がクリアしてないやつやろ。向かいます。そして、あー、ちょっと、ヤギー。ヤギー。あれもクリアしてない祠か。なんか塔もいっぱいあるな。二つほどあそこに見えるな。え、ガーディアンおるやん。え、今までこんなとこにガーディアンおった？え、おった？え、絶対おらんかったよね。なん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 、何？何事？逃げとこ。あっちの祠先に行こうかな。
ガーディアンもさ、このバシャバシャ言う音に反応して攻撃してきたりとかするんかな。それとも視界に捉えたやつだけ攻撃するんかな。あ、あっち側にもあるんか。コポンガ村と。ほら、あっち側にも塔がある。いろい、なんか、いっぱいあるな、ほんと。あ。コログの様子。寝だしたよ、あれ。お、気づいたか。おー、びっくりした。待って待って待って。待って待って待って。壊れた。はい、二つ目のトゲボココンボ。そしてリザルスピアはちょっと私がいただきます。キースの目玉でかくね？ね、だいぶでかいね。あれは鳥だな。ん？あっこの祠って行けんかったとこかな、私が。これ何？取れんかった。普通に花やった。めっちゃ牛おりやん。びっくりした。全員揃ってこっちに向かってくるかと思ってちょっと怖かったよ、一瞬。一瞬超怖かったよ。あれ、私が前回行こうとして行けんかったとかやない、やっぱり。違うかな。てか、この辺ってあれじゃない？あ、ここや、やっぱり。ね、うるさいよ、なんか。なんかすげえ勢いで、なんか、めっちゃ虫鳴き出したことない。ほら、赤い月があったけんさ、赤い月があったけんさ、ここのボコブリンたちみんな復活してんじゃん。何、何の声？キース？何かしらに存在がバレたっぽいけど、私。あ、君らか。はい。多くね？多くね？あ、全然大丈夫やった。あ、ちょっと。ちょっと。もう大丈夫、頭。トゲボココン。あ、もう武器ポーチいっぱいか。ん？これは？トゲボコ盾。盾ポーチもいっぱいか。じゃあこんなもんやね。何かしらに存在がバレたんかと思ったけど。骨たちが出てくる。ん？あっこ別に何もない。この声はキースの声だよね、やっぱり。そしてトゲボココンボが壊れた。私、松明めっちゃ持ってんな。こんないらんくね？めっちゃ出ても、まあ2個か。松明ちょっと1回。はぁ、あ。よし。これで1個分武器のとこが空いたやろ。リザルスピア持っとこ。あっこ別に周りなんもなくない？普通に行ってないだけかな。行けんかったんじゃなくて。ん？あれはキースたちか？ですね。普通のキースだね。キースはなんか、エレキースでも普通のキースでも、あれやね。そん、あ、やっぱりか。やっぱ周り、罠だらけのとこや。ということで、周りにさ、あの、焚き火がない、あ、そうよ。松明を今持っとるけん、それと、それと、松明持っとっても火がないやん。え、火、あ、そっか、火打ち石でできるかなんかって言ったっけ。じゃ、それをじゃあやってみようかな。あ、リザルフォス。ヘイヘイヘイ。お、弓持っとったんやね、君は。もうこいつらさ、武器がなくなっても下で攻撃してくるんよね。あ、めっちゃ流れてった。一応取っとくか。はい。この辺の素材ね。あ、ヤギが。何今の。何がぶつかったの？バッタ？バシッて音がしたけど。あ、そうよ。弓もさ、なんか多少なくなったよね。この木のあたりやったかな。はい、トゲボコ弓ゲット。んで、これで、
何でできるんやったっけ。あ、薪の束と、薪の束と、これを置く。あ、転がる転がる転がる。お、落ちていきそう。なんか怖いね。この辺でやったら大丈夫？うわ、骨出てきたし。ちょ、君らほんとどこにでも出てくるな。もう体めっちゃ流されて生きよるけど。体めっちゃ流されて生きよるけど。トゲボコ弓ゲットー。そして、さっきの薪の束。はい、これを置いて、止まる？水の中に入っていきそう。ちょ、どの辺でやれば大丈夫？この子に、ここやったら大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫。これと、火打ち石、これかな？薪の束を近くに。うんうん、オッケー。手に持つ。ここに置けばいいんかな。どう？こうやってなんか時間かかるん？それともこのすぐ上に置かんといかんのかな？近くにって書いとんやけど。ここ？密着させとかんといかん？これでいいかな？なんか、どういう風にさ、火がついていくんかよくわからんけんさ、どうすればいいかよくわからんねやけど。え、これ燃えるの？金属、あ、金属の武器で戦わんといかんのか。金属の武器で戦わんといかんのか、なるほど。あれ、さっきのリザルスピア、私壊れた？おー、すげえ。すげえ、なるほど、そういうことか。じゃあ、さっきのまま折っても全然何もできんかったわけやね。はい、これで。ウェイ。これで。おー、燃える燃えるー。よいしょ。うわ、すげえ。んで、これで私は入ればいいわけやね。リザルスピアを。手に。おー、焼き払えたよ。入り口はどこ？こっち？自然に沈下して生きよる。すげえね。シェモラタの祠。あれがあったらすげえ便利だね。火打ち石大事やね。薪の束はまあ簡単に手に入るか。黒岩を見かけたら、いっぱい壊して、鉱石だ、火打ち石だ、いろいろとゲットせんといかんねん。夜鉱石も集めんといかんし。ボコブリン、凶暴な敵ではあるが、蜂を嫌う性質がある。お？蜂を嫌う？蜂に追いかけられるよりボコブリンとかも見かけることあるかな、もしかして。面白そうじゃない？なんかさ、厄介ではあるけど、ボコブリンってさ、観察しよったらいろいろ面白いよね。なんか敵の中でも一番愛嬌がある感じする。祠を訪れし者よ。我はシェモラタ。女神ハエリアンナに置き試練を与えよう。光が時を刻む間に。シェモラタの祠。光が時を刻む間に？どういうこと？とりあえずあのレーザーはなんか意味があるんかな。あ、これ、光が時を、日時計ってこと？日時計がどうしたの？これ何？あ、回せる。おー、なんだなんだなんだ。動いた。え、なに？なになになに？あ、動いたっていうか、ずっと動き続けるのこれ。なんだ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 。ちょ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 、待って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 。あ、これって、これでさ、渡っていけるようになったってことか。あ、びっくりした。溺れるんかと思った。そういうわけではないんやね。ふんふん。あれは何？罠？ただの樽かな。そこにスイッチがある。あ、これで、樽じゃない、金属のやつ？なんか。マグネキャッチ。
はい。あれ？マグネキャッチ。で、これを、はい。どの辺？この辺かな？もうちょっと向こう。この辺？あれ？いけてない？てか、めっちゃ浮いてね、あれ。え、めっちゃ浮いてね、あれ。ちょっと待ってね。はい。もう一回。はい、マグネキャッチ。水中にちゃんと入れんといかんってことかな。どの辺よ。感覚がよくわからんよね、これ。いや、動きすぎ。この辺、なんじゃなかろうかと思うんやけど。ここかな。え、浮いてくるやん。え、浮いてくるんですけど、あれ中になんか入れんといかんとかじゃないに違う？え、なんなの？これ水抜かんといかんとかじゃないんね。もしかして。あっこ止めんといかんのかな？アイスメーカーかなんかで。え？でもさ、あっちに行ったら多分、あっちに行って水を止めたら、あれじゃない？また私こっちに来れんなるんやない？まあ、とりあえずちょっとじゃあアイスメーカーで、向こう側に行ってみようか。そこの、水を止めに。止めれるんかな、あれ。え？ちょ、待ってね。よいしょ。あっこの時計をもう一回動かしたらなんかなるとかじゃないんかな。落ちた。よいしょ。なんか止めれなさそうな気がするけど。どうすればいいのかな、これは。この部分に何もないな。ああ、落ちた。とりあえずちょっと向こう側に渡って、よいしょ。爆弾で止めれるとかそういうことはない？爆弾、リモコン爆弾。そしてこれを、ここに置いてみる。全然関係ねえわ。全くもって関係ねえわ。ちょっと一旦向こうの時計んとこ戻るね、私。時計んとこ戻って、これをもう一回動かしたらまた何か変わったり。はい、次はどう変わった？とりあえずちょっと水がある間に向こうに、もしかしたら水がなくなっていくかもしれんけん。はい。渡った。お、やった！切れた。ほら、それでそれが、お、押し込まれた。よかった。やっぱスピードが大事なんやね。おー、たどり着いたやん。やった、早っ。ふぅ、あ、あそこの宝箱。宝、え？これ水がないといけんかったとこじゃない？ちょっと。うえい。なんてことだ。これ下ろせる？間違えた。違う、マグネキャッチね。マグネキャッチ。多分これ下ろせんやろ。うわぁ。水。くそ、一瞬上がれるかと思った。これね、爆弾でさ、吹き飛ばしてこっちに持ってくるとかいうことはできんのかな？そんな荒いことはできんのかな？よいしょ。はぁ。全然ちげえ。こっち側からやった方が向こう側に飛ぶ？ちょ、待って、全然上がってない。はっ。全然上がらんやん。ちょ、待って、はい。はっ。落とした。ん？え、どこ行った？え、爆弾なくなったんだけど。あ、消したのか、私。はっ。上に全然上がってくれねえ。
あ、でもあれか、もうここ開いて、あっち側にも、あれも宝箱だな。宝箱全然取れてない。ちょっと待ってね。私行くわ。ほら、この辺とか全然来てないとこやない。違う、ここがスタート地点か。来とるわ。ここ、あ、そうそう、ここに。宝箱一つ、はい。中身は？オパール。そして、あそことかにもありそうな感じ、ないな。二箇所だけ？うん、二箇所かな。ってことで、ちょっともう一回、もう一回ちょっと水を、もう一回水で、はい。あれ、もう一回動かさんといかん。どこまで動かしたらどうなるんかがちょっといまいちよくわからんのよね。さあ来い。でもあそこで樽が浮かび上がったらさ、また私これいけん感じになるんじゃないかな。いけるんかな。ここは溺れそう。え、しまっ、あ、しまっとる。しまった。やっぱ閉まるんやん。じゃああそこはどうやって行くの？なんか別のところから行けたりとかするんかな？そこの宝箱が欲しいんですけど。だーし。は。くそー。微妙にこれ水あるけんさ、微妙になら作れる。作れたから何なんだってぐらいの高さやけどね。くそ、一瞬上がれるんかと思った。上がれんわな。これさ、何段かアイスメーカー重ねれるとか言うんやったらあれなんやけど、重ねれんもんね。壊れるもんね。どうなん、ちょっと。そこの宝箱の、取り方がわからないです。そこの宝箱の取り方がわからないです。クリアしてしまおうか。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。今こそ女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。あれ、どうやって取るんやろうな。難しくない？でも、要は、素早くなんかすればいける。でも、そこの扉がな。水をこっちにやらんようにする方法。あ、そっか。こっちにはやらんといかんのか。はい、これで三つ目の克服の証。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具があらんことを。どう動けばいけるんだ。時計みたいな、くるくる回るやつのとこに爆弾を仕掛けておいて、後からなんかこう、爆風で回すみたいなことはできんのかな？それができるんやったらね、もうなんか、あれはなんなん？寝とん。爆風で回すことができるんやとしたら、それをやればいいんやと思うけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。